ding ding dweller. As William can see undone, was groomed, selling tuned. As kitchen when fierce, where we are land, we are risk. Olives got to an assert quality undone. At one the end, was the sound, was got the end. Os one be a dweller, just go on selling and tuned. Waiting to waiting salute. When you guess quality undone, as well as grand, as round, as can quarreland, was crowned. El Salvaland will ain't into a land, silence quarreland sound. 今私たちはあなたのエネルギーを CT スキャンのように立体で頭のてっぺんから足元までスキャニングしていっていますよ。そしてこの魂、この方の魂は人間に生まれたことが回数的に言うととても少ない、50回に満たないぐらいですね、20回から30回ぐらいしか人間に生まれてきていないので、その人間として生活をしていくということに対して大変苦労をされてきている。人間になれるっていうこと、そのディセンションですよね、次元をこう下ろして自分のこう高次元の波動レベルをこう落として生活をするということに対して大変苦労をなさってきたことが、私たちにもはっきりと分かっています。この苦労や努力、そういったものを今私たちはヒーリングをさせていただいております。It was his contuned, Kesquaria, the land, Elaine as wound, Willy and Chuala concluned, Oscassi anti antila, Elaine Chuala and doomed, Valenti anti wound, Valenci Kesquarand, El Grave, El Quasalasi and Chuarand, and the Anselend, in the Anselend. 体の中心がエネルギーの中心なんですけれども、パックリと割れました。今は2つに分かれて、そこから埋め込まれていた神聖幾何学がどんどん浮上してきています。とても面白いですね。いろんな形がありますよ。三角、四角、星型、ダビデの星ですね。それから六芒星もあります。上下にピラミッドが、ぴったりくっついたような形のものもあれば、無限大のマークもありますし、渦巻き状のマークもあります。そういったものがすべて、この方の体の中に、封印として、あるいは方向指示器として入っていました。封印は時が来るのでその能力に負担をして周りに感づかせないように、そして方向指示器の方は、ご自身の目指す方向に対して本能的に向かっていけるように埋め込まれているものです。またこれらのものの中には、宇宙人の宇宙家族の、ね、仲間とコンタクトを取るために埋め込まれているものもあります。ビーコンとかいうふうに言うことがあるんですけれども、それが、脳の、これはどの位置にあるのかな、ちょうど脳の真ん中、視床下部のあたりですね、そこのところに埋め込まれています。これは宇宙の仲間と連絡を取るのにとても必要なものなので、取らずにこのまま置いておきます。 CHR is led to a request for land Can't be untuned Willing and to allow System for the fearAnd to a land, Sesquan Holofia, Hurling and to a land, Sling and to a land, Quan Salend, Ascaraskind, Waskalian, Sele and to a land, The Ascensan, Quan Salund, Willy and to a land, Ancient Sesquan, and Intuned, and Seondund, In Cascoan Salend.Ancient was going to be a, the Ascan tuned, the Ascan tuned. Salisqualind, Escaqualand, and Salisqualian tuned, was Cadum tuned.魂の歴史を紐解いていくと、あなたはいつも平和的で調和の取れた場所に生まれることが多かったのです。それは言葉を持たない交流、テレパシーによる交流によってお互いの愛がとてもよく伝わり合う世界でした。水が中心の時もあり、花が中心の時もありました。穏やかで
持ちのいい風が吹いている場所。空は暖かなピンク色で、そして風には微妙な緑の色がついている。そういう場所であなたの魂は育まれてきました。優しくて繊細で穏やかで、とても高貴な波動を持つあなたはどうしてこの地球を目指すことになったのか。この地球にディセンションしてきたこと、その勇気を私たちは本当に称えています。あのような高次元の周波数を持っている方がここまでの周波数を落として3次元の物質の世界に生まれるというのは、本当に天国から地獄に落ちるような、そのくらいの激しい変化を伴うものでもあり、肉体に生まれ落ちた瞬間にありとあらゆる痛みを魂が感じるような、そのようなとても厳しい修行のような状態だったのではないかと思います。でもあなたはそれを選びました。それを選び取り、物質の世界を楽しんで生きていくというふうに心も決めて降りていらっしゃいました。その勇気が足元から銀と金の炎となって全身を今覆い始めています。その時の勇気を思い出してみると、全身のオーラが金と銀で光り輝いていくんです。通常人間のオーラは可視化できる7色の光線なんですけれども、高次元の波動になっていくと金と銀のオーラになっていくんですね。今その状態になっています。アスクムブスカリアントワランコルスクワラセレエンチョワランドウェルティオランドウェランセレゲルモランドアスクワリアンセランセレンドウェルティオランドトゥワセレクワンサンドウェルスカリアンチョクワセレエンチョワラン。ドラゴンのエネルギーが骨盤の中に入っていきます。今までちょっと骨盤に歪みがあったりとか、なんていうのかな、こう立ち続けているとちょっと足の付け根が痛くなってくるとか、そういう力の左右バランスがアンバランスだったことがあるかもしれませんが、それが改善されていきますよ。I can control the wind to twirl in your head. Where is Korean sand? Where is sand? And square cell in your land. And so we are tuned to LA at the end. ペルフ会の長老があなたにご挨拶したいと今いらっしゃっています。そしてあなたにとても美しい花を差し出しています。この花は3次元の物質的な形としては見れないんですけれども、エネルギー的に見るととても姿形が美しいんですね。バラに似ているんですけれども、バラの中でもとても花びらが多い種類のバラで、その花びらの一つ一つが細かい七色に輝いて、常にキラキラと輝くダイヤモンドダストのような粒をまとっているような、そんなとても美しいエネルギーです。エルフ界の長老はこのエネルギーをハートチャクラに収めてくださいとおっしゃっていますので、ハートチャクラに収めさせていただきます。バスケリンクンチュアナサラウイアンティアンドワレイエントンチュアンドバスカランドサラスキンチュアレイアントワランドアスクワランウィンエンスワラン。この高貴な魂に対してたくさんのエレメントが今祝い、そしてその祝福を直に差し上げたということで、今次々にいらっしゃっています。この金と銀のオーラに触れることで、このエレメント界の方々もすごくエネルジェティックになるんですね。元気になって、そしてそれがまたいい循環を生んでいく、新たなエネルギーの循環を生んでいくという感じです。To escalate and soul escalate and tune and to wala sale kenchu wala and wala into kwa sale iandia escalate wala escalate wala sale and sale screen wala into wala and頭頂部のチャクラが今すごく綺麗な状態に開いています。そしてそれに伴って第8チャクラの、神聖幾何学が回り始めています。また第9チャクラのところにある神聖幾何学も一緒に回り始めています。第8と第9チャクラはペアになって動いています。ここは宇宙からのエネルギー、宇宙からの信号をキャッチするとても重要な場所です。バスケリアクワランサルンドウェリティアントワランサルエンチュンコアンドンドアンティアンソワレエントワランド。このアンテナを回しているその動力源ですね、動力源になっているのが、ベガとそしてリラ、この2つのエネルギーになっています。バスケンドンドウェスカンチュンドエッツワレベアステインドテ
die Elenden im Kuansaland, Zaleski Chun, du weißt gar nicht, du Ante, in Indien, du weißt gar nicht. Immer?この方が今ぴったりと三次元の体に寄り添いくっついています。本当に一つの体になっているんですね。特に目の部分がちょっとこういうふうに言うとおかしいかもしれないんですが、人間の目ではなくなっています。アクトゥールス人の目になっていると思いますよ。アスケンキムチョワンチョワリアスカンドゥンサラスリアンドゥンサレエンチョワンドワスカンコンクンドウェリンティアテレンドウェラスキンチョウウェスカルンドアンサルシアントンティエレントンドクワシアントゥンドクワシアントゥンド。アークトゥールス人の体と一体になるということ、それがどういうことなのかをこれからご説明します。アークトゥールス人の体と一体になるということは、地球の言葉で言うとアセンションをした状態になりますね。アセンションをして安定した状態になります。そしてこれからあなたに一体どういうことが待っているのかというと、人々を導いていく、アセンションした状態に導いていく、それを行うための手段というのはたくさんあると思いますよ。すでにされているアロマのマッサージでもいいですし、お話し会でもいいです。人々の意識を愛へ向けていく、愛へ目覚めさせていく。エルフ界の長老から渡されたハートチャクラの中のバラの花、これを集まってくる周りの方々にお渡ししていく、そのようなイメージで行っていくと、お一人お一人へ愛を渡していくことができるでしょう。サスコルトゥーンド、ツヤコラン、セレンド、ブレンティオンド、トワレスカラン、セレスカンド、サスコンコンシオントゥーンド、ウェレインド、ウェレインド、今私たちは、あなたが体内にいたときに、お母様の体内にいたときに戻っています。今まさに生まれようとする瞬間で、お母様の体に鎮痛が定期的に行っていきます。そして生み出されるとき、産道を通るときに、実はあなたは一回肉体を離れたんですね。魂が肉体を離れたんです。でもすぐに戻っていらっしゃいました。どうして肉体を離れたのかというと、三次元の肉体として母親の庇護のない、肉体的な庇護のないところに一人で放り出されるということが本当に本当に恐ろしくて、それをもう体験したくないと思われたんですね。そして一度体を離れました。でもすぐに思い直して戻られたんです。この世界、本当に恐ろしいところなんだろうか。私は体験していない、体験していないものを判断することはできない。判断をするにはまず体験してみてから、そのようにお心を持ち直されて、再び肉体に宿り、賛同を通り、呼吸をし、泣き声を上げ、産声を上げ、そしてお母様の胸に抱かれました。その時の安堵感を今私たちも共に感じています。とても安らいで守られていて、不安なのが何一つなくて、温かくて安心して、そしてお母様の心臓の音とご自身の心臓の音が重なり合うことの喜び、生きている鼓動、生命の鼓動、それをただひたすらに感じていました。
beyond, what's can't you end, what's can't you end. We'll end, coalesce the land, and land, went beyond, there's calling, so a land, and see and you an end. 今、あなたの魂はしっかりと高次元の光を放っています。そしてこの高次元の光、とても高い波動の光からディセンションをして地球上にいらっしゃいます。でもどうぞ忘れないでくださいね。この光は永遠に消えることはありません。あなたはこの3次元に生きながらも高次元のご自身を生きていらっしゃいます。常につながっている状態、孤独ではなく断絶ではなく、全てがつながり合い連携し合い手を取り合っている状態なんですよ。そして今この方の口を借りて喋っている私たちもあなたの高次元の姿の一つです。未来のあなたの姿の一つです。私たちはアークトゥールスに住んでいます。アークトゥールスは3次元的な物質の肉体、それと似たような体を持っています。 4.5 次元にある私たちの世界で、私たちはあなた方地球人の行く末を見守っています。そして時には介入もします。あなた方は過去の私たちなんです。私たちが乗り越えてきたことをあなた方は今まさに乗り越えようとしています。アセンションをするというこの宇宙の進化、これは誰にも止めることができない流れです。それは神のご意志そのものなんです。ですから私たちも常に前に進みます。そして私たちのところに上がってこようと一生懸命頑張っていらっしゃる方々、方々に手を差し伸べていきます。それが私たちの役目であり、あなたの役目でもあります。あなたと同じように登っていきたいと思う方に手を差し伸べる、愛の気持ちをもっと接していくこと、それをいつもお心にお留め置きください。アンスコアランドウェイントウンドウェスキャリントウンドアンセオコアランドウェイントインティアンドウィンスワンドソーラスキャレンドアンソアリンチョンコンドエスカンドエスキャンドエンスワリアンサレントウンドインティアランキャレンドウェスキャンチョワンド。人類の夜明けがもうじきです。そしてあなたもこの10年と終了してもうじき目を開ける時になります。でもどうぞ忘れないでくださいね。私たちはいつもあなたと一緒にいます。分かたれている別の何かではなく、あなたが私である、私があなたであるのです。永遠の愛を込めて、ライトゥーリア、マスカルトワランド、セレスコワンド。ではこれにて11次元エネルギーのアチューメント終了とさせていただきます。